前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話も強盗事件です。ちょっと私が言っていたことがね、間違ってるっていうか、その私が話してる上を行くっていうか、昨日30日の未明に東京三鷹市の住宅に複数人で強盗が入ったんですが、私言ってるのは雨戸を閉めておけば大丈夫みたいなこと言っちゃってたんですけど、今回の犯人は雨戸をぶち破ってですよ、その上で侵入しているっていう、ちょっと今までのセオリーにないというか、これは違うぞと。もうこうなると戸締まりしてようが何しようが関係ないんですよ。もう絶対に入ってどうにかしてやるっていう強い意志っていうか、っていうかうまくいくわけないんですよこんなの。というのは、無人であるならばなるべく静かに時間かけていけばいい、人が入っているならこんなことせずにもうドアから行けば行った方がいいわけです。もっと違う方法、あんまり言っちゃいけないけど、もっと違う方法がありますから。で、結果どういうことになったかって言ったら、この住んでいる中に住まれてくる方がいて、110番だ、誰か侵入しているともうガタガタ言ってるわけですから、110番しつつ、でもうそれでも入ってきちゃう、で女性が助けてと、で父親の首を絞めるなどいうふうにして大声を出したということで、逃げていた住人には怪我がありませんっていうことなんだけど、こんなことなら入らなきゃいいわけですよ。普通人がいました、声を上げられました、逃げますぐらいなら、本来だったらここでここまでして入るなら何がしかのことするわけですけど、でもめちゃくちゃ無駄なことなんですよ。ちょっと考えれば分かりそうなことっていうのは、もうこの場合はピンポイントでどこに何があって持ち出すっていうことを、ワンツーで 2,3 分でやることなんですよ。これはドアも車もベタ付けしてですよ、用意ドンで2分3分でやっていくっていうことなんですよ、これをするのは。だけども行って、まあ110番しても5分なんで、で3分が限界っていう風に見てます。180秒ぐらいでやれればっていうことなんだけど、となると雨戸でどうこうやるぐらいならもう一気にドアをっていう風なんですけど、ドアの対策がバールが入らないドアの形状っていうのがあるんですね。鍵が二重にしたりと、昔でいうスチールみたいなのは簡単に開いちゃうんで。だけど雨戸を開けるっていうことはやっぱり、まあ雨戸、本来だったら雨戸をかけても本当は雨戸のロック、そして中の雨戸をしても中の鍵のロックで、下のロックっていうか、本当は三重にしていくとやっぱり入る時間は長くできるんですよね。雨戸の鍵を壊さなきゃいけない。でガラスを割るにしても、もしその雨戸を開けてガラスに鍵かけたのがガラッと開いちゃいますから、施錠してないと一緒ですよ。でもそのガラスにも二重だったり防犯的なものがしてあったりすると、やっぱり侵入する時間が遅くなる。結果どういうことかって言ったら、一人なんとかそのガラスの中からすり抜けて入っても玄関にまで玄関を開けるってことをするわけですよね。というか玄関先に開けないと逃走できないんで、開けた破ったガラスバリバリのとこから出てくってことはちょっとしないものですから、なるべくちっちゃいガラス手を回して開けるっていうことですから、普通はそこを考えると、無人だったら雨戸っていうことはありますけど、友人の場合は雨戸なんて音はしますし分かりますしっていうことなんですよ。まあとにかくもうガタガタ言った場合はもう110番する、もうかけっぱなしでっていうことですね。入ってきました、もう今警察のどこの警察の方もこういうことは分かってるんで、あもうこれは侵入されてるんだ、まだらっこしいことしないと思います。前だったら、え何ですかどうしてですかみたいなことあるけども、今あもうこれはもう強盗入ったっていうことで、もう位置情報とあれから分かりますから、今すぐに、はい、どこからかけてるっていう、なかなか住所とか言えないんですよね。もう慌てちゃってね。だったらかけっぱなしでいいと思います。で喋ってると怖いっていうのもあるし、声も出ない場合もありますからね。とにかく110番かけるっていうことですよね。でもう一つですよ、これだけ毎日闇バイト強盗って言っててもまだやるんだって。私はこれ一旦収まったんで、さすがに効き目があるかなっていうことなんですけど、これやってるってことは本当にもうニュースも見てない、頭がバカ、知能が何かもう異常を期待してるとしか思えないですよ。これまともな神経はやらないですよ、これどんなことがあったって。だから指示役の方も何でもいいから、もうリクルートしていけばいいっていう、でも指示やどうこうしてる方でもまともな神経があったら今は止めますよ。しかも関東、東京、三鷹ねえ、
まあ、防犯カメラの解析であれになってはいると思いますけど、もう入って首を絞めてますから、強盗したのと一緒ですからね。これは何も取らず怪我してなかったっていうのは本当不幸中の幸いで、まあ、今までのケースで立てこもっていくようなことはしてませんからあれなんですけど、で他の事案を見ていくと、織田信長という名前で匿名性のあるアプリを使って栃木の方で捕まってる男とかね、顔も出てますけど、傑作っていうかもう漫画ですもんね。まあたまたま家のその住人の方がしっかりした人で問い詰めて、その相手の電話とも喋って音声もで聞いてますけど、これはねなかなかですよ。もう相手の犯人の指示役の電話の通話ができてるんで、指示役でお前どこから派遣されてきたんだって言ったら、えとか言って、あれ喋っちゃいけないです、絶対喋っちゃいけないです、もう喋って声ができてるから、今まで作った30何人にこれかこれかこれかって言った時に分かっていくんで、あれは失態ですよね、バカですよね。違う人間が喋った時点で切らなきゃいけないのに、喋っちゃって受け答えして最後トドの詰まり詰まって自分で切っちゃうぐらいだと喋らなきゃいいのに。新型のプリウスのレンタカーで入って、女の子と入っていったんですよね。でガラスを割ろうとしていて、まあこの子なんて普通の子ですよ、ちょっとおつむが足らないかなって感じで、やっぱりそういう子なんですよ、やっちゃってるのが。女の子、私知らないです。だからそういう子がやってるんですよ。元地下アイドルのあの男なんて、自分でなんかバイトないですか、なんか仕事ないですかって自分で書き込んでるんです。それに引っかかってるんですよ。ああそんなバカなって。だからそれぐらい困窮している。やっぱり何かしらの欠陥があるってもはっきり言います。何かしらの欠陥、社会的欠陥、知能の欠陥、認知の欠陥かもしれません。何かしらのことがあって、通常じゃない子が何かお金に困った時に簡単に手を出してそこに連絡をしてきて、そしてこうなっちゃう。だからこれ多分仕組みや構造を変えないと減らないですね。っていうのを私は今回のすごく重要視していて、まあ潜入捜査だのも厳しい、量刑だのってなんか当たり前のこと言ってましたけど、もうここまでこんだけ言ってってやる人間がいて、実際に侵入させられ入って怪我はなかったって、こんなおちおち寝られる状況じゃないですよ。となるともう少し一歩踏み込んだことしない限り、次死人が出た時ではどうにもならないですよ、これ。ということはもう日本の行司法っていうか、その警察はあの見殺しかって話になっちゃいますから、一定数のセキュリティで国家から一段上ってお金がかかるわけですよ。やっぱり防犯カメラあったって関係ないですから、ここの人たち、これやってる人たち、何にももうそんなこともう何にも関係ない、考えてない。自分で借りた来たレンタカーで入っていっちゃうようなバカですから、自分の持ってる携帯で何のお金のあの装備もかけないで、そのまま連絡してきてそのままで行けちゃうんで、こんな恐ろしいことないですよ。終わらないんです、まだ続くんですもん。これが闇バイト強盗なのか何なのか分かりませんけど、でもこれをこんだけやってて強盗を島内で起こしちゃうっていうことをする狂気にもう狂った人間がいるってことですよ。これは本当に私はびっくりしました。普通じゃ考えられないです。もうなんかもうおかしくなってますよ、本当におかしい。だからおかしい人間にはまともな対応は無理です。はい、以上です。